皆さん、今日はですね、ココちゃんと一緒にサトルくんをやってみたいと思います。マジでやばい高齢術って言われていますので、サトルくんというお化けがきっと現れると思います。ココちゃんやってみようか。いやーでもちょっとだけ怖いなー。早速ココちゃんがサトルくんに電話をしていますよ。マジでやばい高齢術でございますからね。どうしたのココちゃん。ちょっとさ、なんか物音聞こえない？物音？ちょっと待って。サトルくんがもしかして、サトルくんが！あ！やばいココちゃん逃げて！やばいよ！サトルくんだよ！サトルくんが来たよ！サトルくんがココちゃん逃げて！ちょっと待って！電話の線が絡まった！どうしよう！逃げれないよ！ちょっとしゅんさん助けて！助けてよ！絡まって逃げられないよ！ココちゃん！どうもシュンズ TV です。今日はですね、前回に引き続きこちらのメンバーでディズニーオフィシャルホテルグランド日光東京ベイ舞浜ホテルに来ました。イエーイ、来たよ。みんなで楽しい旅行にしようぜ。キャビット、そうだね。そういえばシュンさんさ、サトルくんって知ってる？どうしたの急に。ココちゃん、サトルくんって知ってるよ。あの都市伝説だよね、男の子の幽霊が来るっていう。ちょっとさ、それやってみたいんだよね。噂で聞いたんだけど、お化けが出るんでしょ？マジかよココちゃん。まあでも確かにそういうのやってみたくなる気持ちもわかりますけども。ママ。ああ。でもよくココちゃん、サトルくんなんて知ってたね。なんかさ、レックスがパソコンで調べてたんだ。おいおい、シュンさん前にやったことあるんじゃなかったか？キャビット、そうだね。それで本当に幽霊来てたもんね。そうなんだよココちゃん、サトルくんに電話をすると本当に現れるって言われてるんだよ。だからやめない？ココちゃん、でもやってみたいの。だってさ、電話あるじゃん。電話確かにココちゃん、電話ありますけども、このグランド日光ホテルは。よし、じゃあ今からサトルくんに電話するぞ。もしもし。ちょっとココちゃん。ココちゃんがそんなにやりたいって言うんだったら分かったよ。でもココちゃん、何が起こっても知らないからね。サトルくんが私たちのこと襲ってくるんだからね。でもさ、もしお化けが来てもシュンさんが守ってくれるんでしょ。お願い、守ってね。もちろんだよココちゃん、ちゃんと守ってあげるからね。よし、じゃあ早速サトルくんをやってみたいと思います。チャンネル登録したやつは我々の仲間だ。よし、じゃあ早速やってみましょう。サトルくんは一般的に公衆電話でやると言われていますけども、普通にこういう電話でもできると聞きました。今はホテルに宿泊していますけども。よし、ココちゃん、そのまま受話器持っててね。やっぱ怖くなってきたな。大丈夫だよココちゃん、何かあってもお兄さんが守ってあげるからさ。本当？じゃあ頼むよ。よし、じゃあココちゃん、まずはこの電話番号から私の携帯に電話をしますと、そしてサトルくん、サトルくん、一緒に遊びましょうと言います。実際にやってみましたよ。これでサトルくんから電話が来ると言われています。来ましたよ早速サトルくんが、ちょっと出てみたいと思います。はい。もしもし、僕サトルだよ。今から君たちのホテルに行くから待っててね。ちょっとやばいココちゃん、サトルくんが今からここに来るって。ちょっとさ、シュンさん怖くなってきちゃった。抱っこして、抱っこ。ココちゃん、ココちゃん、電話貸して。サトルくんからまた電話来るかもしれないからさ。ちょっとさ、もしもし、サトルくん。え、電話来た？来たよ、ほら、サトルくんがなんか言ってるよ。なんて言ってた、ココちゃん。もしもし。なんか聞こえてくる。僕、サトルだよ。もう君たちの目の前にいるよ。ちょっと、ココちゃん。電話貸して、電話。サトルくんが目の前にいるようだって。ちょっとさ、怖いよ。どこにいるの？もしかしてこの部屋のどこかにいるかもしれないよ、サトルくん。あ、ココちゃん。もしかしてサトルくんだ。やばい、ずっとガチャガチャしていますよ。バズとギャビットとララルーも逃げて。ココちゃん。ちょっと怖いよ、怖いからカーテンに隠れるよ。ちょっとココちゃん、カーテンじゃない、こっち来て、こっちに逃げよう。そっちは行き止まりだから、ココちゃん。
こっちまで来て。やばいやばい、ずっとサトルくんがガチャガチャやっていますよ。あ、そうだ、ココちゃん、私が守ってあげるって約束したよね。よし、じゃあ今から私が代表でこのドアを開けたいと思います。よし、緊張するな緊張するな。ドアを開けますよ。あ、ドアが開いたよ、ココちゃん。やばい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 、サトルくんがついに出てくるよ。ちょっとさ、ちょっとサトルくん、やめて。ちょっと待って、セレモニーさん。はいはい、どうも。ちょっとしゅんさん、ココちゃんと何やってるんですか。まったく、なんでセレモニーさんがそんなところに。なんか二人でサトルくんとか危ない遊びをしてたから、ちょっと脅かそうと思ったのよ。そうか、びっくりした。じゃあさっきの電話って。私が自分の携帯からしゅんさんの携帯にかけたのよ、サトルくんのふりをしてね。そうか、なんだ、びっくりした。じゃあココちゃん、サトルくんが実際に襲いに来たわけじゃなかったんだよ。なんだよ、びっくりしたな。本当に焦りましたよ。私とココちゃんはサトルくんに襲われて別の世界に連れて行かされてしまうのかと思いました。でもママのセレモニーさんのいたずらだったんですね。確かにセレモニーさんの言うように、そういう危ない都市伝説とかはやらない方がいいですね。ということで、引き続きこちらのメンバーで楽しみたいと思います。ココちゃん、びっくりしちゃったね。いや、びっくりしてさ、ゾワゾワってしちゃったんだ。ココちゃんは2歳なのに勇気があるな。キャビット、そうだね。そうだね、ココちゃんはとっても勇敢でございますからね。ということで、引き続きグランド日光ホテルみんなで楽しみましょう。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。バイバイみんな。サトルくんと友達になったらお化けと友達ってことだよね。なんかかっこいいな。ママ。やあ、こんにちは。何をしているのかね。のんきにサトルくんなんてやっているから、シュンズ TV はいつまで経っても弱いのだ。ロッツに質問だよ。トイストーリーマニアを知ってますか。ああ、ディズニーシーにあるアトラクションだろ。だが私は聞いたことがあるぞ。それに私が出てこないとな。なので私はそのトイストーリーマニアに乗りたいとは思わないがな。ロッツに質問。他のおもちゃを洗脳するのをやめ、ジェニーちゃんの頭を返してあげてください。ああ、よく私がジェニーちゃんの頭を取ったことを知っているな。これを返すつもりはないぞ。これがあるからこそ私はいつでもスクリーンロケーションができるのだ。それにもう新しい最強の仲間を洗脳したぞ。今までで一番最強だ。特別にロッツチームのやつらだけに教えてやろう。シュンズ TV の子供はココちゃんだ。そう、そのココちゃんと同じ名前の娘を持つやつだ。家族の愛を引き裂ければきっとシュンズ TV も終わりになるだろう。ああ、そうそう、シュンズ TV を応援したいやつはチャンネル登録をした方がいい。ただし私にとっては敵だがな。どちらか選べ。さあ、どうかね。